新型コロナウイルス感染症に関連する災害支援金や小規模事業者への支援金などを含む34兆9千億ウォンの補正予算案が24日の国会本会議で可決されました災害支援金は高所得者を除く国民のおよそ88%に1人当たり25万ウォンずつ支給されることになりました一人暮らし世帯は年収5000万ウォン以下 共働き世帯は年収8600万ウォン以下が支援の対象となりそうです小規模事業者への支援に充てる予算は政府案より1兆4000億ウォン増額され7月以前に営業制限などの措置によって被害を受けた事業者は最大で2000万ウォンずつ受け取ることができますまた第4波の流行による被害への支援に1兆ウォンが組まれたほか 国債の返済に2兆ウォンを当てるという計画もそのまま進めます。このため、総額は当初の33兆ウォンから34兆9千億ウォンに増えました。一方、与野党は25日に本会議を開き、国会常任委員長を与党11ポスト、野党7ポストに配分して選出することで合意しました。駆け引きが続いていた、 法政司法委員長のポストについては来年の大統領選挙以降の第21代国会の後半期に最大野党国民の力に引き渡すことにしました。